さんの次はもちろだよ。ひーちゃん、まちろん、はるか、やっぱまるたん、まいまいです。本日の企画はペヤング焼きそばアレンジ対決。まあ普段さ、まあ食べないか。食べない。なんか焼きそばと言ったらおひーさんじゃない。私もユーフォー。ユーフォー、あ、そっち派。ユーフォー、ユーフォー。そういうことか。あ、はい、一平ちゃんか。ひーちゃんごつむりじゃない。あんま、あんまさ、言わないで。他のさ、確かに違う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 。私はそういうこと言いたかったんじゃないのよ。違う、今日はペヤング。そう、今日はペヤング。私ね、なんかもうシンプルに食べてももんないじゃん。だって今まで激辛とかさ、いろいろ食べたから。だから、まあ、今回はアレンジをして、食べられたらいいなって思ってできました。なんかテンション低い。どうした、なんかどうした。みんながちょっとあんまりさ、他のさ、名前を出すからちょっと良くないじゃん。大丈夫、ペヤングさん大好き。まあそんな話は置いといて、はい、今からね、あのグループに分かれて対決していきたいと思います。はい、はい、それではやっていきましょう。の前にだね、ありがとう。12月8日サクサク歌劇場さんでポンポンが開催決定いたしました。これからもねワンマンに向けて、あの練習頑張っているので、ぜひ絶対完売させたので来てください。お願いします。お願いします。それではやっていきましょう。ポンポン。せーの、ムキムキモリモリ男麺です。終わり終わり。簡単に説明すると、まあ、スタミナ二郎系ペヤングということです。はい、作っていきたいと思います。まあ、そう、茹でるのだるいから。そう、やりたいことあるじゃない。スパールにもやしとキャベツぶっ込んでね。茹でるのだるいからね。キッチンの横じゃなくなっちゃったから、ちょっとピッ。え、どうかな、茹で上がってるかな。あー、そんな薄い。あ、茹で上がってない。茹で上がってる。天才です。やばい、茹で上がってる。困っちゃった。3分アラームセットして、3分のカウントダウンを開始します。すごい、シリ有能だね。え、そう、これめっちゃ使える。2度寝の時に超使えるよ。10分後に起こしてってやってる。実は今日それで遅刻してるけど。え、最悪。うん、え、ね、先にさ、これかけても混ぜる。ああ、ありね。行ってきます。え、いい匂い。え、ね、ね、ね、やばいやばい、ちょっと待って、匂い嗅いで。え、ジローじゃない。うん、え、ジロー、ジローだよね、これ。え、やばいかも。でも美味しいでしょ、焼きそばソースでしょ。え、待って、結構いい匂いしない。どうだろう、味変わるかな、これで。結構でもさ、ペヤングに近づく。え、でも匂い変わった、結構。あ、本当だ、ペヤングに近づいてる。焼きそばっぽくなったね。え、茹で上がってる、ちゃんと。え、すごい。一人暮らしのライフハックすぎない、これね。くん玉を切りたいんだけどさ、うん、これでいいじゃん。ねえ、みねえ、やだ。今この包丁を取りに行く際にですね、床に置いていたコーヒー牛乳を大こぼしした。そうそう、もう床に飲み物を置いたら1000円募金。はい、すごい行くじゃん、何も言ってないのに。私たちのムキムキモリモリ男麺、男麺できました。ということで、他のチームの人たち、また行きたいと思います。バトンタッチ。マイヒーじゃない、もうヒーマイだもんって、うん、のチームが始めたいと思います。イエーイ。じゃあまずはこれをね、うん、やろう。え、うちらはさ、もう見た目とかいいよね。もう速さと、あとお金と、あとは味です、勝負は。はい、分数測ってないわ。あまあまあまあ大丈夫だよ。いつかな、今まだかな、もうちょっと。え、でもさ、見て、余熱でやったらさ、結構いい感じ。余熱でやったらよかった。多分これがもともと強いね。そういうことにしとこう。そういうことにしとこう。うちら何も悪くない。そう、悪くないよ。これもさ、え、これってさ、固まる、カチコチになるの。うん、うん、あ、
意外とくっついてるよ、うん、え、ね、一緒にやってみる、クイズ、じゃあやってみる、どっちがいい、いいよ、やってみて、やって、え、どうしよう、こっち、うん、分かった、せーの、ねえ回収回収係、え、でもいいんじゃない、いや、めっちゃ美味しそうじゃない、え、いいじゃん、なんかこれただのさ丸く、ほんとは丸くしたいの、うん、でカチコチみたいなパリパリみたいなしたかった、うちのせいだ、うん、うん、違う、前のせい、指示もできない、何もできないいいよね、でもこれね、うん、いいよ、もうってことで、ひーまいチャンネルの完成、名前は自分たちで決めていいよが一番、おそれにします、うんハルソルのクッキングタイムスタートースタート彼女たちが作るのは何ですか、はい、あのおぶそば飯を作ろうと思いましてね、はい、食べたいなってなって、はい、ただ食べたいものを、はい、作ります、はい、何からやるのか正解、お肉焼いてく、お肉焼く、お肉ゴロゴロにする、お肉たくさん、うん、あの野菜とか作ってるし、うん、これさ、もういいの全部混ぜちゃって、混ぜて、え、足りるこれ、あ、めっちゃいい感じ、いい感じ、いい感じ、入れるよ、うん、いいんじゃない、いいんじゃない、お祭りみたいな匂いしてきた、ほんまや、いい感じよ、500円玉、500円玉いってみます、はい、500円玉ね、あ、なんで、あ、結構やいてこれはこうやってやばいか、まん焼きマヨネーズなるやん、じゃ、ならない、焼けてきてる、焼けてきてる、いてててててて、何焼いてるのいけそうね、いくもん、うん、高速するかな、いける、いける、ねえ、いけるの、あーちょっと待って、かわいい、あーあっえい、どんちょう、はい、これで、はい、あ、いい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 、完成、イエーイ、おむそば、おむそば飯、おむそば飯、イエーイ、はい、ということで、皆さん作り終わりました、イエーイ、ということで、あの、ひんまいの、はい、なんだっけ、好きに自由に、自由に名前つけていいよ、あ、名前じゃない、名前ないいただきます、待って、え、ちょ、そういうやつ、あの、ピザみたいな感じで、本当はこうやって切るんだけど、なんだっけ、切れてないだけ、だから無言だね、無言なんか長いなえ、うん、おいしい、おいしいよね、うん、おいしいけど、別にこれじゃなくてもいい、あー、やばい、うん、うん、ごま油、あ、イエス、あ、え、ごま油いるんだ、イエス、いや、おいしい、おいしい、ごま油、なんか癖になる、まあ、とりあえず次の料理行って、おいしかったよ、うん、分かった、次の料理行こう、もう、やめて、ね、なんか、ちょっとやだよね、違うの、食べた後の間がすごい長い絶対おいしいの分かっとるやん、いやでも絶対美味しいの分かってるよ、絶対美味しい、行こう、こっちから行く、こっちから行く、うん、あ、すごい匂い、すごい、匂いがすごい、いただきます、これ食べていい、うん、え、ジローちゃんと、うん、美味しいけどマジ野菜だわ、野菜、でも野菜じゃない、ジローって、うん、モリモリじゃない最初、じゃあ、うん、ニンニクすごいね、おはようって感じ、おし起きた、うん、結構再現できてない、うん、いやでも美味しいですね、うん、美味しい、うん、じゃあ続いての料理、はい、お願いします、はい、おむそば飯です、うん、です、うん、美味しい、美味しい、うん、美味しいけどさ、ごめん、うち味濃いわこれ、そう、あの、困ってないけど味めっちゃ美味しい、うん、美味しい、美味しい、あ、中の方がいいよ、うん、美味しい、めっちゃ美味しい美味しいわ、はい、ということでね、はい、あの、3つのチームの試食が終わったということで、はい、続いては順位の方をつけていきたいと思います、はい、1人10点満点で、はい、順位決まってます、はい、点数、はい、はい、あ、じゃあそれちゃんからいいですね、それちゃんから、はい、お願いします、8、えっこういうもちもちした感じのやつも好きやった、嬉しいね、わかる、嬉しい
しい。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。あ、じゃあはるかさん、これからも決まってました。8。何事。あの、はるかの好きな親指入ってるし。そう、確かに。ごま油好きだし、めっちゃ。そうなんだ。美味しかったです。ありがとうございます。やばい、嬉しいね。普通に嬉しいもん。あ、じゃあ大学生さんお願いします。お、私的に味と見た目、うん、あ、見た目だ、だめ？味は5、見た目が0。見た目そんな悪い？4。美味しくないわけじゃないから、うん、その0とか1とか2とかじゃないんだけど、ペヤングアレンジだから、私だったら真似しないなみたいな。ちょっとなんか手間が。おいおいおい、手間じゃん。手間こんなかかってないよ。いや、フライパン使ってたじゃん、私たち。あの、ティファールで茹でてるから。ということで、こちらの、総合評価25点でございます。でも一応さ、半分茹でてるよ。半分茹でてる。半分が目標なのやめてもらって。一応さ、ほら、半分以下だったらちょっとさ、うわ、なんかテンション的にね。そう、テンション的になるじゃん。大学生研のチームの。じゃあ、私から7点です。おお、やっぱ最初がニンニク好き。ね、ニンニク好きっていうのがあるんだけど、そのモリモリをね、再現した方分かる、 YouTube 的に、うん、ちょっとあの大変、もうボロバラバラって、うん、すごいこぼれてた。前は6点です。おお、なんか味も美味しかったんだけど、ペヤング味があんまりなくて、なんかニンニク感がすごくて、ディオはニンニクっていうのは分かるんだけど、アレンジだとなんか美味しいけど、ちょっともうちょっとなんかペヤング欲しかったなみたいな。あ、やばい、これレッスンでさ、評価したいって。ちょっとレッスン思い出してて、今なんかさ、もうびっくりした。もうレッスンだ。もうなんかラフに、ラフにいきましょう。ラフに。私は7点、うん、見た目めちゃくちゃすごかったし、うん、味も美味しかったです。いきます。はるかさん、はるかは6点。あの、見た目はマジでめっちゃうまそうだと思って、うん、そうね、めっちゃいい匂いだったし、食べてなんかね、なんかもう目覚めちゃったね。私は二郎食べてんのか、それともニンニクを入れられてんのか、うちはちょっと分からなかったんで、ちょっと一回、多分ちょっと場所が悪かったかもしれない。場所が悪かったんですね。ニンニクがあのこうなってたじゃん、多分そこ行っちゃったかもしれないですね。ということで、大学生研のチームの合計点数は26点です。でも全部変わらない。ね、変わらなかった。待って、24だっけ？25。一点しか変わらない。ということで、ガキンチョチームだっけ？クソガキンチョチーム。ちょっとなんか名前から負けてるよね。名前負けしてる気がする。じゃあ、決めた。8点です。おお、ムチムチだか。なんか嬉しいですね、ムチムチさん。ムチムチしてもらえるなんて。美味しかった。し、見た目もすごい美味しそうだなーって、結構食欲そそる感じ、うん、だったし、ちょっと嬉しすぎる。あの初手のソースがちょっと濃すぎて、ちょっと2点マイナスになっちゃったんですけど、でもあの8点です。あれ、すごいソースビームしてごめんなさい。あ、ビームしてたのね。ビームした。10点。待って、マックスいただきます。やった。普通にやばい。もう好みタイプ。うち、このためにこれ居酒屋にあったらこのために通うレベル。で、美味しい。うん、やばい、嬉しい。近所にあってほしいよね、この居酒屋。もう10点。イエーイ、嬉しい。なんか見た目も完璧だし、味も正直めっちゃ完璧でした。嬉しい。マジで8点でございます。おー、え、味めっちゃ好きで、まあ、やっぱもちろんさんと一緒で、ちょっと最初のソースと、そうでも、ね、ちょっとうち中身もちょっと濃いなって思ってしまった。多分ちゃんとさ、あのソース使ってくれてたからなのかなっていう、うん、でもちゃんとそのペヤング味はあったから、うん、そういう面で、でも本当にお酒と一緒だったら多分ちょうどいいんだろうなっていう、うん、そう、うん、だからそこなんだと思う、うん、いきます。36です。すごい、ダントツやん。ということで、ダントツ1位やったー、クソガキンチョチーム。イエーイ、もうちょっと美味しかったらな、うん、多分ここちょっと関西
ないよりやからさ、はい、感覚が濃いよ、ね、私全然濃く感じるかったもん。マジ、うん、えでもお酒と一緒だったら絶対、うん、こんぐらいの方が絶対合うね。美味しい。多分お酒のオーダー一杯増える。えそう多分、うん、稼げるじゃん。稼げるかね。二人でするか、しようか。そのキンチョキン出したら支えます。絶対にこれ頼んで毎日いるおばさんになるの。常連のおばさんになるの。皆さんもなんかね真似したいなっていうものがあればぜひ真似してみてください。はい、はい、今日の動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしております。お願いします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。